ますます荒海光太10月15日隊は愛知県豊田市出身で大野松部屋に所属していた元大相撲力士。本名は黒沢光太、愛称は少年。身長1 7 3トル体重1 4 2ラム血液型は A 型。得意技は月、押し。最高位は西重量5枚目。中学校では陸上部に所属して、 砲丸投げを経験した。それまで相撲を経験したこともなかったものの、中学3年生だった2003年7月に知人に誘われて場所中の大野松部屋の稽古を見学した。際に大野松親方のスカウトを受けて大野松部屋へ入門し、2004年3月場所において3番出世で初土俵を踏んだ。 入門時の身長は 170cm しかなく、身長の低い新弟子を対象とする第2検査で新弟子検査に合格した。2009年11月場所では、東幕下23枚目の位置で7戦全勝の成績を挙げて幕下優勝を果たした。2010年1月場所では、西幕下2枚目の位置で4勝3敗と勝ち越しを決め、 場所後の番付編成会議で、翌、3月場所における、新十両への昇進が決定し、同時に仕込めを、本名の、黒沢から、ますます荒海へと改めた。第二検査合格者が関取へと昇進したのは、豊ノ島、佐賀司に次いで3人目、そのうち相撲未経験者の関取昇進は、史上初のこととなった。同じく、 大野松部屋に所属する大道も同時に、新十両へ昇進し、同部屋の同時新十両を昇進は2008年、1月場所における春日の部屋の木村山と土地のン以来のこととなった。その新十両で迎えた3月場所では7勝8敗と、負け越して、翌、5月場所では幕下へ陥落した。翌、7月場所において十両へ復帰したものの、 その7月場所でも3勝12敗と大敗して、再び幕下へ陥落した。翌、9月場所から2011年1月場所まで幕下上位で3場所連続して、勝ち越しを決め、同年3月場所の中止を挟んで、翌5月技量審査場所において3回目の重量昇進を果たした。 その5月技量審査場所では東十両13枚目の1で5勝10敗と大敗したものの大相撲八を超問題により多数の力士が引退した影響もあり大きく負け越したにもかかわらずよく7月場所では逆に東十両12枚目へと番付が上がったその7月場所では10勝5敗と2桁勝利を挙げよく9月場所では 自己最高位となる西重量5枚目まで番付を上げた。しかし、その後はあまり調子が上がらず、2012年7月場所に西重量13枚目の位置で6勝9敗と負け越し、翌9月場所において幕下へ陥落した。2013年3月場所から首の負傷の影響で休場し、首の負傷により思い切った稽古ができなくなったという。 理由により、翌5月場所中に24歳で、現役引退を表明した。同年5月27日に、東京都内のホテルにて行われた大野松部屋の、同年5月場所千秋楽打ち上げパーティーにおいて、断髪式が行われた。本人は、こと式のようなスピードのある相撲を目標にしていた。柔道経験もあったことから、 月き押し主体の相撲ながらも、蹴返しなどの足技を出す、ことがあった。なお、元、高校家の王者の兄も、ともえ川という四込名で2005年9月場所に、初土俵を踏んだが、前相撲を取ったのみで引退している。ありがとうございます。